皆さんこんにちは、ゆずきゆかりです。ついに私にも PUBG のタイムが来ました。シーズン2の初ゲームは PUBG だな。それが私もどういうわけか PUBG の時空に吸い込まれてしまって、気がついたらもうプレイタイム100時間突破直前ですね。まあ確かに最近一番人気のゲームだからおかしくもない。これソロだよね。어차피죽어야할목숨이야우리를원망하지마라そろそろラスト地場かな。残った生存者が10人ですね。トップ10はまず成功しました。だが次の地場が少し遠くに形成できて、早く走らなければなりませんね。銃声を聞いてみると、もう丘の上の送電塔は誰がいますね。私たちは絶壁を登って待ち伏せをします。チャンスを取るとすぐ敵を殺します。これ越えられるかな。絶壁がかなり険しいけど。まあ大丈夫です。以前にもその悪名高い嘆きの橋の下の岩壁も登ったことがあります。当時に千葉の運が悪くて2位を従ったんだですが。これなんか悪い感じが。おかしいですね。ここ予想よりかなり険しいですが。이봐시명이어차피죽어야할목숨이야우리를원망하지마라안돼안돼말도안된다고このままで終わらせることはなんか惜しいですね。今回は絶対カツ丼を食べられるように努力します。今回の飛行機はどこへ行くの？マップを見たところ、大体安名屋でポチンキの方で通り過ぎる経路ですね。私たちは、路直の外角で車を得て、セベルニーに進むようにします。あの黄色の視点が車がよく出ている場所です。100% 確率はないんですが、大体 70% の確率で車がスポンになります。重要な情報ですから皆さんも覚えてってください。いよいよ始めたんだな。最後の一人だけが生き残るバトルロイヤル。まさにデスゲーム。ここの近くは人たちがたくさん降る場所なので、できるだけ早く車を追えなければなりません。瞬間の判断ミスが直ちに死につながるために、集中して周りを見なければなりません。でも今雨が降って、周りの視野を確保することが難しいね。はい。ちなみに、雨が降る日は銃の花火がよく見えるなのに、消炎器を必須的に着用しなければなりません。あ、これやばいです。今私より下に敵がいますよ。もしあいつが車を乗っていったら、状況が困るになります。はぁー、もう遅いと思うけど。幸いにもあいつ、この家をファーミングすることが目標だったようですね。それでは早速。レッツゴー。でもセーベルニーに行く前に初地場を見ていくのが安全だと思うけど。初地場がミリタリーベースの方に行ったら、ちょっと方向を変えますが、私たちには車がいるから大丈夫です。おお、この距離ならいいですね。適当に村が地場の外にいて、敵が来る可能性が少ないです。あとは20分くらいアイテムだけ食べる場面だけですから、適当にスキップします。20分だなんて、本当につまらないね。仕方ないんですよ。いくら歩き回っても敵が見えませんでしたよ。残った生存者は23人。このくらいなら3番目の地場なのかな。はい。私たちはゲオルゴポルに今着いたところです。ところで、今アイテムの状況はどう？はい。大体このくらいです。お、レベル3装備が2つだなんて、随分歩き回ったようね。まだライフルのパーツが惜しいですが、今は3番目地場なので仕方ないですね。このままじゃやばいから前の建物で状況を見て、うん、なんで水が出てきたかなぁ。平気せっけ。어차피죽어야할목숨이야。우리를원망하지마라。まさかの敵の埋伏だなんて、これは私がいっぱい食わされましたね。この程度なら、내가죽는다고요。そろそろ覚醒するようにします。それでは早速、レッツゴー。あ、マキさん、私の名場面まだですか？仕方ないですね。もう一度、レッツゴー。ゴロゴロー。残った生存者は4人かな。なんか緊張するな。正直ここからは運が 80% くらいを占めています。今すぐ死んでも全然おかしくない時間です。次の地場までの距離とか、他の生存者がお前を見つけられない確率とか。はい。でも次の地場は、これは終わったな。さらに周りには隠れている場所がゼロ。先生、カツ丼を食べたいです。だ、え、ちょっと待ってください。最悪な状況だな。
早く、早く回復を。後ろだ、後ろに敵が。いたぞいたぞ。うおおおお、残った時間は10秒。坂間たちだからの距離は遠くですよ。神様、なぜ私はいつも地盤運がこうなんですか。他の生存者たちもよく隠れたね。いたぞいたぞ。このままじゃやばいです。私たちの最後の希望はあそこの木です。うわぁ、うん、さようなら。うんぷちゃん助けてください。これは、運命の出会いですよ。結局今日もドンカツ失敗だな。最後の磁場が少し惜しかったようですね。次は必ず成功します。その時までもっと練習をしてきます。それでは終わりしましょう。ご視聴ありがとうございました。